芸人さんの前でフラッシュ暗算への意気込みを語りました。はい、あ、もうちょっと僕ドライアイなんで途中で目つぶってしまいそうで怖いです。誰がフラッシュ暗算に正解するか、ロザンの宇治原さんに予想してもらいました。え、めちゃくちゃ早いです。みんな書いてる。いや、ケルやった時の倍ぐらいです。ちょっとレベル上がってます。レベル上がったんですか。これみんな書いてる。書いてありますね。4647ということで、ヒロ君正解です。ドライアイでも正解しましたが、宇治原さんの予想は外れました。ライブで待ってるね。ギフトで応援よろしく。